自民党憲法改正推進本部、細田博之本部長は28日午前、党本部で全体会合を開き、教育を受ける権利を定めた憲法26条の改正をめぐり、教育費負担の軽減を図る努力義務を国に課す条項を追加する方向性で一致した。党の改正案に大学などの無償を明記することは見送る方針だ。会合では、26条に、国は、教育環境の整備に努めなければならない、などとする2012年の党憲法改正草案の条文を参考として加える案が示された。賛成意見が多数を占める一方、12年草案で教育の意義を、国の未来を切り裂く、開くとした表現について、個人の幸福実現を重視する文言に見直すべきだとの意見も出た。改憲に向けて日本維新の会の協力を得るため、維新の改正案の一部を取り込み、26条に、経済的理由によって教育を受ける機会を奪われない、などの文言を追加することも今後検討する。維新は幼児教育から大学などの高等教育までの無償明記を掲げている。